どうも、ディオ女子チャンネルです。兄、なんだ、登録者が634人になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。634人って例えると大体どのくらいの規模なのかな。634か。登録者の方々が肩車をしながら積み重なっていったらスカイツリーより高くなる。魅力ではありますが、モンテリオ山形のためになるような動画作りを頑張っていきますので、ぜひ今後もよろしくお願いします。兄、前回の動画でデータ不足ですねとか言ってたけど大丈夫なんですか。試合見ましたよ、たっぷり。素晴らしい。やっぱ相模原の中でも結構有名な選手とかはいたので、まあそういった選手を中心にプレビューさせてもらいたいと思います。私も何試合か見たけど、やっぱりちょっと初心者だからつかめない部分もあったから、兄の解説が聞けるのが楽しみです。任せてください。では SC 相模原戦のプレビュー動画いきたいと思います。どうぞ。はい、じゃあ SC 相模原戦プレビューやっていきたいと思います。はい、まずこちらが予想フォーメーションです。はい、今節は相模原は間にね姫戦やっておりますので、メンバーの予想が難しくなっておりますが、まあ間違ってたらすいません。まあ毎度のことになりますけど、僕たちは一般人なのでね。そうですね、はい、間違ってもそんなにそんなに責めないでください。一個人のものとして捉えてください。ビクトル選手フルスですね。そうですね、去年までビクトル選手は相模原に在籍してたんですけど、今シーズンはアジェノール選手というブラジル人のゴールキーパーとってます。この選手もなかなかいいですね。名前からしてなんかもうすごそう。そうですね、うん、そんな SC 相模原のキーポイント紹介していきたいと思います。1つ目、守備にとても重点を置いてるチームです。そうだったね、それは見てても感じたな。予想フォーメーションで出しているのが 3-5-2 だと思うんですけど、こちらはあくまで攻撃時のフォーメーションで、守備の際は 5-3-2 になりますね。この両サイドの選手がディフェンスラインに吸収される形になり、5枚で守ってきます。5枚で守るということもあって、守備の方がとても硬くなっていて、なかなかねスペースが見つけづらい、固められちゃうんで、モンテリオもすごい厳しい試合にはなると思います。じゃあ前節の琉球戦で得意としてた林選手の裏への抜け出し、スペースがなくなるからちょっと厳しそうだよね。おっしゃる通りで、相模原はあんまねディフェンスラインを高くするチームではないので、裏に裏にっていう攻撃は前節に比べると少なくなってくるとは思います。一方で守備に人数を割いているため、攻撃の方はねあんまり得意じゃないかなと。得点力は結構低めです。でその証拠に J2 では最少得点ですね、相模原は。そうなんだ、はい、一番点数取ってません。そういった中でも、まあ、得点力がある選手といいますか、うん、いい選手いるので、こちらは後ほど紹介していきたいと思います。はい、2つ目、相模原なんですけど3連戦の最終日になります。うん、で天皇杯の関係で相模原は3連戦があったんですよね。5月の22日に駒澤大学、5月の27木曜日に愛媛、5月30山形。なるほど、はい、3連戦なんですよ。きついね。愛媛からこの山形の試合なんか2日しかありませんからね、相当厳しいですね。大変だこりゃ。一方モンテの方はね1週間空いてるので、なんか7日という、7日空いたらじゃあ選手たちはちゃんとコンディション整えられそうだね。そうですね、まあ沖縄から帰ってきてるんで、いつもの中7日とか中6日とはちょっと違うと思うんですけど、相模原に比べたら全然いいですね。確かに。3つ目、今シーズンから J2 に上がってきた相模原なんですけど、J1、J2 経験のあるベテランプレイヤーが多数存在しています。マジ？これなんですけど、秋田とはちょっと対照的ですね。うんうん、秋田も J2 今シーズン上がってきたんですけど、秋田は J3 で活躍した選手をいっぱい取ってきた。うん、一方で相模原は J1、J2 で実績のある選手を取ってきた、異なる補強の仕方をしています。ちなみにどういう選手がいるんですか？まあそれはこの後キープレイヤーなんかで紹介するかもしれないんで、まだ内緒です。チラしますね。続きまして相模原の
キープレイヤーを紹介していきたいと思います。待ってました。1人目、フォワード23番平松修選手。この選手なんですけど、ゴールアシストがチームでトップです。すごい。もう相模原の攻撃はちょっとこの選手抜きじゃ考えられませんね。ただずっと出ずっぱりなんで、うん、ちょっと山形戦個人的には出てきてほしいんですけど、うんうん、見てみたいんで、ちょっと出るかまだ分かりません。まあおそらく出ます。楽しみだね、出たら。はい。そんな平松選手、 J リーグ好きな人は新潟のイメージとかすごい強いと思うんですけど、新潟の時はね、あんまコンスタントに出てるイメージは正直僕自身なかったです。ですけど、ちょっと僕知らなかったんですけど、 J3 の富山にいたんですね、去年一昨年と。へえ。富山でブレイクで、今シーズンから相模原に来たという選手です。この選手なんですけど、簡単に説明すると相手選手をぶっ飛ばします。184センチで80キロの肉体。もうポストプレーとかも相手がこう競りに来ても全然負けないし、とにかくパワー型なんですよね。相手を吹き飛ばしながらパワフルなプレーが持ち味なので、モンテは、注意していかなきゃいけないですね。ちなみに外国人選手なんですけど、背番号9番のユーリ選手っていうプレイヤー、この選手も超パワータイプなんですよ。体の厚みが半端なかったよね。はい。なんでユーリ選手と平松選手がこうピッチ上にね2人揃った時なんかは、もうパワフルパワフルパワフルコンビみたいな。いや、ちょっと待って、なんか弱そう。すいません、なんかうまい例え思いつかなくて。とにかくパワーがやべえ選手がいるってこと覚えておいてください。はい。2人目、ディフェンダー24番鎌田二郎選手。この選手もね、 J リーグ好きな人はピンとくる名前だと思うんですけど、レイソルから期限付き移籍で相模原でプレーしている選手です。 J リーグ通算で300試合以上、 J1 だけでも通算271試合出場の実績を持つ35歳のベテランプレイヤーです。すごいね。有名な選手なんですよね、この選手も。まあ、年齢もありまして、身体能力は確かにね、全盛期に比べると落ちてきてる部分はあるかもしれないんですけど、ここぞでの潰しとか、まあ、その分読みとか経験でカバーしている、とてもいいディフェンダーですね。デュージョシチャンネル、おなじみ CBP ポイント。CBP の守備部門ですね、相模原のチームでトップの数字を残しています。まあ、鎌田選手は結構ファール多いイメージなんかあったりして、まあ、キープレイヤーを潰しに来るような選手なんですけど、モンテの選手は結構ね、厳しいマークに合うかもしれないんですけど、まあ、負けずに頑張ってもらいたいですね。そうだね。3人目、ミッドフィールダーでも出るしフォワードとしても出るんですけど、背番号4番藤本純吾選手。超ビッグネームですね。お恥ずかしながら存じ上げませんでした。説明させていただきます。お願いします。彼 J1 だけでも328試合出てます。しかも所属チームが清水エスパルス、名古屋グランパス、横浜 F マリノス、ガンバ大阪、どのチームでも普通に出てました。すごすぎない？いや、そうなんですよ。そんな選手がいるんですよ。さらにさらに藤本選手なんですけど、日本代表でも10番を背負った時もあるんですよね。へー。いや、本当にすごいんですよ、この選手。僕もすごい好きな選手だったんですけど、まあ、今でもね、彼の左足、まあ、左利きの選手でキックすごい上手い選手なんですけど、うん、彼の左足の精度はもう全然落ちない、スペシャルな左足持ってる選手ですね。4節の大宮戦でのゴールなんてもう全盛期そのものでしたね。そういえばこの大宮戦のゴール、ニュースでも結構取り上げられてましたね。そうなの？というのも、あんまニュースで見た方は結構ご存知の方いると思うんですけど、ゴール後に近くに子供たちがいたんですよ。うん。その状況ちょっと僕よく、なんでいるのかよく分かってなかったんですけど、まあ、まずジュニアユースの子供たちがいたんですよね、スタジアムの中に。はい。でゴールを決めた藤本選手が子供たちの方に駆け寄っていくんですよ。やっぱ子供たちはこう遠慮するわけですよね、最初。うん。なかなかこう行けずにいたんですけど、藤本選手がね、手で来い来い来いってジェスチャーをするわけですよ。優しい。でこう子供たちも一緒にね、一つの輪になって喜び合った素晴らしいシーンなんてあったんですけど、まあ、子供たちは一緒の思い出ですよね、本当。そうだよね、かけがえない思い出になったよね。はい。やっぱこうやって実績のあるベテラン選手、本当スーパーな選手がチームのね中心となって盛り上げてるのが相模原というチームなんだと僕自身思いました。
相模原のジュニアユースの子供たちってことで十分にプロになる可能性ある選手たちですからね。そうだよね。藤本選手がもし監督として相模原に戻ってくることがあれば、その子供たちとは監督と選手という関係性であり、はい、一緒に相模原を盛り上げる同志として活躍するかもしれないわけですしね。はい、小説みたいな話ですね。ね、最下位とは思えないくらいいい選手揃いの相模原、話聞いてて分かったけど、モンテ大丈夫なんですか？まあ相模原守備もとっても堅いし、いい選手いるから、正直モンテディオ山形大丈夫です。よかった。ちゃんとこれには理由があります。先ほど相模原5枚ディフェンスいるのでスペースないよっていう話したと思うんですけど、モンテにはスペースが狭い中で生き生きとするプレイヤーが一人いるんですよ。もしかして14番山田幸太選手。今回彼をモンテディオ山田のキープレイヤーに挙げさせていただきました。納得だね。これはたまにいるんすよね、サッカーしてると。普通広いスペースでサッカーってしたがる選手多いんですけど、たまにね、狭いとこでこう生き生きするプレイヤーというか、狭いとこに行きたがるプレイヤーとかいるんですよ。まさしく山田幸太選手がその選手に当てはまるんじゃないかと僕は思っております。まあ彼は相手のプレッシャーがすごい強い中でもターン一つで前向くことできるんですよ。うん、まあ、そんな彼のイマジネーションあふれるプレーとかアイディアとかテクニックで相模原のディフェンス陣を翻弄してくれると僕は信じてます。楽しみだね。生き生きプレーしてくれるような気がしてます。そうですね。続きまして今回のミムズポイントいきたいと思います。はい、今回は SC 相模原のエピソードについてお話ししたいと思います。SC 相模原は11番が空き番です。それはなぜだか兄分かりますか？僕これ知ってるんですよ、みむさん。え、カズ選手のためですよね。そうです。まさかこれだけのためにミムズポイントにしてたんですか？じゃあなぜカズさんのために空いているか分かりますか？知らない、教えてください。教えてあげましょう。この話には SC 相模原の代表望月さんが深く関係していまして、望月さん現役時代名古屋に入団しデビュー戦でゴールを決めるなど活躍をしましたが、日本代表へのレギュラー定着とはなりませんでした。その中でカズさんと京都パープルさんが時代にチームメイトになったんですよね。そこでカズさんに望月さんはすごく影響を受けました。100% 全力であるというものの考え方が変わりましたと話してるんですが、その出会いがきっかけで望月さんは日本代表に定着するなどの活躍を見せ、2000年のアジアカップでは決勝ゴールを決めて優勝に貢献するなどすごい活躍を見せたんですね。ですが望月さんはその4年後に特発性大腿骨頭壊死症という国が指定する難病にかかってしまいます。この病気は歩けなくなるかもしれないと言われている中でも望月さんは頑張ってリハビリに臨みました。はい、それをきっかけに表舞台から姿を消した望月さんなんですけれども、そんな中カズさんから俺より先に辞めるのかなんていう言葉をかけられたらしいんですね。望月さんはそのカズさんの言葉で火がつき、過酷なリハビリに耐え2005年に横浜 FC の入団テストに合格、727日ぶりに現役に復帰しました。そんな壮絶な過去が望月さんにはあったわけなんですけれども、その後現役引退し SC 相模原の代表に転身します。これも望月さん自らの貯金を投じて SC 相模原を設立したわけなんですけれども、きっとカズさんには恩返ししたいという気持ちが心の中に残っていたんでしょうね。カズさんがサッカー選手をずっとやれる環境というものをいつまでも用意しててあげたいという望月さんの思いから、 SC 相模原の11番は未だに空き番でして、カズさんには毎年オファーをしているそうです。いい話ですね。はい、これ今回私も調べたんですけど胸がジンとなりましたね。そこまでは僕も知らなかったですね。まさかそんな波乱万丈な人生を送っているオーナーさんがいて、カズさんとの絆があるなんて知りませんでしたね。そんな SC 相模原、今はちょっと最下位で苦しんでいる状況かもしれないけど、
J2 にね定着していつまでも頑張ってほしいチームですね。そうですね、カズ選手もぜひ来てほしいですね。だね。はい、こういった形で相模原戦プレビュー終了となります。はい、まあ、相模原自体は去年 J3 で活躍したホムロ選手がねちょっと退団しちゃって、うん、まあ、戦力的には厳しい部分もあるかもしれないんですけど頑張ってほしいチームではありますね。そうだね。さっきキープレイヤーで名前挙げた選手以外にもモンテリオ山田でプレーした目町選手だったり岡山でプレーしていた後藤選手だったり J1、J2 経験のある選手いっぱいいますのでそこにも注意しながらモンテリオ戦ってほしいですね。じゃあ最後にミムさん、試合展望どうなると思います？相模原今話聞いててね守備固いということだったので、はい、モンテも今シーズンちょっと得点力不足なところがあるじゃん、はい、なので今回は厳しい戦いになるんじゃないかな、どうかなって思いますね。まあディフェンスラインすごい低い位置で守ってくるんですけど、まあ、これサッカーしてる人だったら分かると思うんですが攻略法は何かありますね実際。あ、本当に？はい、例えばミドルシュートを打つとか、まあ、当然シュートを打つと相手の選手は寄せてくるんでミドルシュートをいっぱい打つとバックラインどんどん上がってくるんで、ね、そうやって相手のディフェンスラインを上げさせるとか、あといくらディフェンスに枚数を置こうがセットプレーは関係ないんですよね。セットプレーっていうのはもういくら相手が10人守ろうが負担な話、セットプレーになったら関係ないんで、うん、まあ、そういったところもモンテの得点チャンスとして生かしていければ勝機はあると思います。楽しみだね。ではエンディングに行きましょう。はい、ということで SC 相模原戦のプレビューいかがだったでしょうか。前回のホーム戦から2週間空いたけどこの2週間マジで長く感じるね。いや長かったですね。早くホームで見たいな、楽しみ。今回も観戦日記取りますか？取れたらいいね、うん、なんか最近ホーム戦ずっと雨だったけど今のところね予報では晴れなんだよね。はい、なんかね前回の動画とは別なことそうだね、何がしたいね。この動画が良かったな、面白かったなと思っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。待望のホーム相模原戦、そうですね、3連勝かけて、あ、そっか、選手たちには頑張っていただきましょう。現地観戦される皆さん一緒に全力で応援しましょう。それでは